はい、えー、テレネスラジーのシ川カーです。えー、今日はですね、あの、うちでやってるあの、機能分析、あれなんやねんということでね、ちょっとあのー、えっ、ー、と、いろいろ言われたのでね、あの、ちょっとお伝えしていきたいと思いますね。あのー、まあ、言えば、こう、コーチ、コーチから見て、こうレあの、レッスンするときに、 あの、こことここを解決しておいてくれたら、あの、非常に、非常に、あの、指導しやすいなという部分ですね。あの、そこをね、ちょっと、えー、っと、体の中からちょっと修正しててくださいという内容のものなんですね。ちょっとこの写真見てください。姿勢なんですけどね。 え、いかがでしょうかあの、もう骨盤がこう、後ろにこう、あの、後傾しちゃって、で、も背中丸まっちゃってっていうね。で、もう、な、でも、首もこんなにストレートネックでこう出ちゃってて、で、腕上げろと言ったら、あの、こうわかんないでも、こんな感じで上げ,上げちゃうみたいなね。あの、そんな感じの子がまあ、いるわけですよね。で、まあ、あの、なんていうんですかね。まあ、よく、え、いろんなね、指導の仕方を見るとね、あの、 何ですか、ステップとかそんな教えるものじゃないって,ってあの、自然にこう、なんか覚えていくものだみたいなこのあの、ことをですね、書いてる部分もあるんで、まあ、それはもう別にあの、マイナスと思わないですね。ただ、その、何ですか、えっ、ー、と、もう体の姿勢から、動きから悪い子が、それやっちゃうとですね、もう、全然もう、何ですかね、こう、動きもしないし、スタートも、ダッシュもこう、遅いということなんですね。 で、あの、うちの機能分析の中であるのが、あの、目のチェックっていうのもあります。目のね、動きをこう見るんですね。で、あのー、前もあったんですけどね、えー、ものすごくね、あの、ソロ版がすんごいね、なんか天才的なね、子がね、あの、来てね、あ、テネスや始めたんだけど、全然空振りするのね。で、見るとね、あのー、なんですかね、もう、もともと目がちょっとあまりよ,よくない子なんですけど、まあ、視力がちょっとね、あのー、まあ、ちょっと弱い子なんですけど、えー、ボール見るのにね、もうこう、こう、 こう、こういう眼球の動きが、あの、動かないんですよね。もう目,目の前で遠いボールね、もう全然こう動かないのね。<laughs> だから、なんからね、もうね、ぼやっとしか見てないのよ、もう正直言ってね。だから、いやそんな子がね、もう、またら、もう例えば、 極端に言えば、足首のね、腱反射これ、あの、できてなかったら、ステップも、まあ、できないんですよね。で、ステップできないわ、骨盤後傾してるわ、で、ストレートネックで、みたいな感じで、猫背になってるわ、上、あの、あの手上げるときはもう肩からこんなに上げるわ、目は動かないわ、ってなってくると、じゃあ、それ、あの、どうでしょう、えー、テニスできますっていうね、えー、その、まあ、まあ、これは極端な例で言ってますけども、う本当そんな感じなんですよ。 で、あの、あるジュニアもね、もうどうしてもね、あの、足が速くなんないっていうのがあって、で、調べてみると、やっぱりさっきの写真みたいに、骨盤が後傾しちゃ,っちゃってるから、もうスタートダッシュできないんですよね。だから、あの、走り方がね、チンパンジーみたいになっちゃってるから。 じゃあもう、あの、骨盤からちょっと、あの、角度からね、ちょっと見ていかなきゃいけないねっていうね、あの、そこ修正したら、あの、すごいランキングが上がったっていうのある、あの、上がったっていうのもありますし、で、別の子に関してはもうこう、肩甲骨は全然動かなかったから、ダッシュが遅かったっていうのもありますしね。だって走るとき腕を振るでしょでね。で、うちね、あの、走り方とか歩き方もこう見てるんですね。で、その時によって、ちょっとか、あ,あの、明らかにね、ちょっと走り方がこう、おかしい、こう、足がね前、前にこう、こう、 方向前にこう出ちゃうようなコとドかね、こういろんなこう、あのー、癖があったりとかして、で、それがやっぱり阻害してる部分っていうのがあるので、それをやっぱりほっといちゃうと、まあ、いろんな意味でほっといちゃうと、やっぱり競技のね、やっぱり限界がこう見えてくるんですよね。えー、なので、あの、うちで機能チェックっていうのは、その、体の動作の中でその問題点はないのかなっていうチェックして、で、あのー、見ていくと、 あの、動作のね、えっ、ー、と、阻害してる部分っていうのをまあ見つけ出していって、また逆にね、いい面もあるんですね。この子すごいここいいですよねっていう部分もあるから、そこもまあチェックしていってっていうのがあります。それともう一つは、えっ、ー、とね、成長過程のどこにあるのかっていうのも見ますよね。だから成長曲線見て、インボディ見て、で、練習時間も、あの出してもらってというふうな形で、あの、見ていくとですね、あのー、 えっと、その子の、なんですか、成長過程の中で、やっぱりこう、なんですか、栄養とか足りてないと、あのー、もうこれ数字で出ますからね、明らかにね。で、あのー、運動量は多いけど食べないんだったら、もう明らかに体脂肪低いし、で、あのー、もう、あの、年頃の女の子になってくると、あのー、そんな状態だったら、まあ大体ね、15、六6歳でね、まあ、労骨折け多いですね。で、大概あのー、ね、体脂肪少ないんですよ。 なので、そういうことで、えっ、ー、とね、怪我なんかのも予測して、えっ、ー、と、発見していくっていうこともね、そういうデータからも見えますよね。で、例えば足の裏なんかも確認して、あらかじめ例えばハイアーチなのかどうなのかって見ていくと、 えー、ハイアーチの子で、が、特に、あの、食事も取らないで、えー、と、えー、オーバーワークした場合、足の甲の疲労骨折すごい確率上がってるんですよね。もうこれはもう本当に出てるんですよね。なので、単なる、単にこういう動きしたら怪我するよっていうんじゃなくて、えー、あの、成長の過程のどこにあるのか、栄養状態がどうなのか、あの、で、骨格的にどうなのかっていうのを見ていったら、あの、たいこう、 あの、怪我するとこっていうのも予測できるんですよね、なんかね。あの、そういう意味で、あの、んてうんですかね、えー、あらかじめその体の状態を知っていくことによって、あの、指導に役立てていくと、えー、いうこともやってますね。 で、もう一つ、あの、例えば、動きで言えば、あの、どうしても膝が内に入るような子っていうのは、やっぱり、例えば、画ソクって言ってね、あの、ガソクって言って、膝を痛める可能性もあるから、そういう動作を、あの、なんかこう、こまあまあ、癖なのかな、何なのかな、やっぱり、あの、わかんないとかトレーナーに聞いてね、なんとかなりませんかって相談しながらやっていくんだけど、あの、そういう、こう、要素を持ってる子に関しては、やっぱりそこの、あの、例えば膝あの、膝に影響しそうな動きっていうのは、ある程度セーブしたり、まあ、本人にも伝えて、 で、ここの動きは注意しようねっていうのをやったりとかしてるんで、で、逆にそういうの知らない状態で、あの、負荷をかけていくと、もう間違いなく、その、何てうかね、故障してるっていうのもね、やっぱりこう見てってますね。 えー、なので、あのー、なんていうかね、機能チェックっていうのは、あのー、何が問題で、例えば上達を阻んでるかっていう、その要因とか、そういうのをあらかじめこう見つけていった、いったりとかっていうことで、えー、やってもらってます。で、もうね、今ね、日本各地から、あのー、希望者がいて、 え、この間もね、もう富山県からも来てね、その前なんかもう新潟とかも来てね、え、もう、あの、いろんな海外の方からもね、いろいろこう問い合わせも来たりとかね、まあ海外にいる、まあ日本人の方でしょうね、やっぱり、あの、そういう細かく見てくれるとこがこうないみたいで、やっぱり、あの、言葉もね、やっぱり、こうイメージも多分、あの、つながりにくいとこもあるんでしょうね。なので非常に、 あの、興味を示してね、あの、受けていただいてるっていう方がね、あの、最近こう、えっ、ー、と、増えてきました、ですね。えー、なので、まあ、ちょっとまあ話戻しますけど、よく言う、あの、自然な感じで自分の体に自然な動きっていうのが間違いではないんですけど、もう根本の骨格とか、それもほとんど、あの、なんていうの、あの、 えっと、生活習慣っすよね、多分ね。ご飯食べるときもこんな感じで、こんな、こんな、犬食いみたいなことしてると、もうこんな感じになってるとか。あのー、まあ、いろんなね、要因がね、やっぱりその、あの、実はね、上達ね、妨げる部分があるので、それはあらかじめね、もう見つけておいて、対策していった方がいいですよ、と、えー、いうことですね。 あの、そういう意味で、あの、まあ、ちょっと概要欄でもね、まだ載っけとくんで、えっ、ー、と、そういうのね、えっ、ー、と、興味ある方はね、ちょっと見ておいてください。で、ま、あ最近ね、ちょっと、うちの YouTube のね、あの数もこの間なんかもう1万いくらも超えちゃってる、あの、サービスの件に関してもね、あの、たくさん見ていただいて、ま、あありがとうございます。あの、いろんな方のね、えっ、ー、と、ご意見とかもいただきました、ですね。 で、ちなみに、えっ、ー、と、うちの方が出してる、えー、情報なんですけど、えっ、ー、と、日本テニス協会の方から、えー、世界中のこうデータを集めて、データ化されて、データとして集めたものっていうか、まあ、まあ、講習で使うようなものとか、そういうものが、まあ、あの、コーチの下にこう、まあ、 ね、えっ、ー、と、伝達されていって、で、それが、まあいたら、あの、各地域のね、都道府県のね、あの、協会の方で、例えば講習会とか、そんなので用いられたりとか、えー、ジュニアやったらトレセンとかで用いられている、えー、資料ですね。えー、資料を元に出してます。ですね。なので、あの、持論的なものを出してるんではなくて、そこである資料を、あの、えっ、ー、と、こう、皆さんの方に、えっ、ー、と、紹介しているという内容になっております。ただ、 あのね、えっ、ー、と、教会の方からは、 やっぱりこういろんな著作権とかそういうのもあるから作った人のもういろいろ協力してる人がいるので、えっ、ー、と、あの、表には出さないでくださいと、えー、いうふうに指示を受けてますね。えー、なので、まあ、これに関してはまあ私の方が、まあ、いろんな動画を、似た動画を集めていきたいとか、あの、そういう形で、えっ、ー、と、紹介しているので、ちょっとイメージ違うじゃないか、みたいな感じで怒られる場合もあるんだけど、もうこれはね、仕方がないよな、というふ、ね、うそんな感じですね。中には、この理論はおかしい,いな、ということを言われますけど、も 申し訳ない。これ一応グローバルスタンダードなんで、それはもう何とも言えないですよね。まあ私が、来て私が考えたわけじゃないんでね。ええー、というふうな、えー、形になりますね。なかなかこう非常にこう難しいですけど、ね、ただ表現がね、やっぱりこのデータをそのまま言っても難しいから、いろいろこう噛み砕いてやるから、その表現がね、やっぱりちょっと、あの、十分至らない部分はあるかもわかんないですけどね。あの、またちょっとね、あの、近々サーブのことに関しては、あの、非常に難しいんだけど、えー、バイメーカーを使った解析 のね、えっ、ー、と一例みたいなのをね、ちょっとあの紹介していきたいなと思いますね。あくまでもあのー、なんつうかね、まあ、やり方のもっもっともっともっと単純に簡単にしたようなものなんでね。でナショナルのね選手を担当した時にちょっといろいろねあのいろんな資料を元にえっ、ー、とちょっとあのー、作っていたっていうものもあるので、それもちょっと。 あの、皆さんの方にね、ご紹介して、で、あの、何人か、えっ、ー、と、サーブとかそういうものに関して、あの、これ見てくださいっていうのがあったんだけど、ひにあの中にね、非常にちょっと危険なのがあるんですね。見てたら、ちょっと危険になって、よく体をこうお、お、押し出して、こう、即骨させてこう、やるじゃないですか。で、まあ、それが間違いじゃないんだけど、明らかにね、こう、体力的なものをね、ちょっとね、えー、考慮せず、それをやっちゃって で、やってもね、動作が間違ってなかったらいいんだけど、その後の、その後の動作がね、ちょっとね、これや、間ちょっと、やばいんじゃないのかなっていうのがね、何人かいましたですね。で、基本は何かっていうと、こ 骨格に対して忠実にってよく言われるので、骨格に対して忠実に動いてるのかっていうことをね、ちょっとね、倍目化的にね、で、完璧には難しいですよ。この理学療法士とかも入れてやってくるから、もう本当にね、レントゲン写真なんかを撮って、それに線引いてずっとこうやってたようなものがあるので、まあさすがにレントゲンないからそこまでわかりませんけど、大雑把なものしか見えないですけど、ちょっと逆に言えばそれを、あの、元に、えー、っと、皆さんでいろいろね、あの、自分のお子さんとかそういうのをね、 あの、解析していく、なんか一つの目安になればいいんじゃないかなっていうので、ちょっと近日やりますが、ちょっとね、なかなかね、いいね、写真とか、こんなのが入らないんでね、また言われるんですよね。あの、こんなんでゃわからんとか、説得力ねえとかで言われるんだけど、すいません、申し訳ないです。もう、皆さんにわかりやすいのが何かなと思ってね、やってるから、もうわかんないんだもんね。それはね、ちょっと勘弁してほしいんだけど、一応ータは、あの、教会の、 本当に、一番上から、あの、落とされていく内容のものを、ちょっと、訳してやってるんで、えっと、あの、いろいろと、と、ちょっと、あの、誤解もあるかもしれないけど、私の作成もちょっと慣れてないんで、申し訳ないですね。ええと、いうことでですね、あの、昨日また話も飛んでなったんで昨日分析とかね、どんな、あの、体のチェックとかっていうのをね、あの、ありましたら、あくまでも、コーチが、まあ、なんですかね、指導、普通の技術をね、こう、指導しやすい状況、 に、どういうふうに持っていったらいいのかなっていう内容のものをね、あの、落とし込んでるもんなんで、また興味のある人はお問い合わせください。です、ね、えー、ということで皆さん、頑張ってください。